すいません、広報班から、第3報のお知らせにつきまして、分案をお諮りしたいと思います。では昭和の方にかけさせていただきました。基本はまず飛ばさせていただきます。そして、中断のところからです。午後1時30分現在、当社社員4名、協力企業作業員等3名が負傷、いずれも意識ありにしております。救急車3台を要請しておりますが、うち2台については病院に向けて出発しております。ここに関しましては、自衛隊の方4名のお話は報道には出ておりますが、この方々は私どもで確認してないということで含めておりません。それから救急車3台2着という情報でありますが、交税班のところでご確認いただいて、うち2台については病院に向けて出発しているという事実を書かせていただいています。次に移ります。午後0時30分現在、モニタリングポスト MP6 付近の測定値は4マイクロシーベルトパーアワー、マイクロシーベルトアワーであり、放射線量の上昇傾向は確認されておりません。すみません、ここの数字はちょっと古くなっておりまして、ホランさんに一応確認いただけたらというふうに思います。続きます。午後0時30分現在、当初の南側約10キロメートル風下に位置する福島第二原子力発電所のモニタリングポストの指示値に、これまでと比較して大きな変動はありません。